もういいぜ。行くぜ。こいつらを叩くぜ。うれ。側面をつけ。イリーナ、契約してみせろ。レムナントの力を解放するのだ。そうすれば世界は変わる。死者さえも蘇るかもしれんぞ。死者？そう、お前の兄もだ。わかるな？待て、人質がいる。下手に騒ぐな。でも落ち着け。奴らはただ者ではない。何をしてくるかわからん。これはこれは、ようこそアスラム公爵閣下。私を知っているのか。では話が早いな。我がアスラムに武装して侵入した上、レムナント・ラバーソーリ、レムナント・スキアボーナへの干渉、さらに未成年の誘拐、キコーラの行動は共和会議の精神に反する。処罰するには十分だ。こちらにも事情がありましてな。時には法に従えない場合もございます。不本意ではありますが。いや、わかりました。我ら直ちにここから引き上げましょう。アスラム公にはこれ以上ご迷惑をおかけいたしません。それでお許しを。ダメだ。直ちに人質を解放し降伏せよ。あまり欲張られるとアスラム公とて無傷では済みませぬぞ。随分と強気だな。後ろに誰がいる？ゴール公か？ゴール公ならばレムナントにはそれほど執着はいたしますまい。まさか貴様アカデミーのものか？アスラム公、イリーナ城は特別でしてな。サイクス夫妻がぜひレムナントの研究に参加させたいと。彼女自身も今はそれを望んでおります。こちらの不手際で少々連絡が遅れましたが。ふざけんな。誰が信じるか。イリーナ、脅されてるんだろ。大丈夫だよ、俺が来たから。イリーナ、おいで。まったく困った兄上だ。アスラム公にはもう少ししっかりとラッシュ殿を監視していただきたいものですな。我々の崇高な研究のためにもね。ラッシュ、よせ。邪魔するな。
イリーナは俺が助ける。アスラム子、ラッシュ殿をこの場から退散させていただかないと、このままでは御身の保証はいたしかねますな。まずはアスラムまで来てもらおう。真偽はアカデミーに問い合わせればわかることだ。おお、まだ我らを疑いますか。仕方がありませんな。降りかかる火の粉は払わねばなりません。
ったぞ。よし、やるな。見せてやるぜ。これはこれは、手加減しすぎましたかな。ワグラム、殺すつもりか。アスラム校だぞ。構わん。レムナントの真の力も解放できず、レムナントに消耗されるだけの小僧だ。我が古き力の名役に従い、虚空の門を開け。要するに所属不明の部隊は結局所属不明のままだと。その正体も目的も何一つ明らかにはならなかったのですね。大した報告だ。アスラムは自分の領地のことすらまともに対処できないのですか。まったく、これでは先代のアスラム校も浮かばれませんね。報告をさせていただきますぞ。いいですね。くせえ、なんであそこまで言われなきゃならねえんだ。まあまあ落ち着いて。なぜ嘘の報告を。やつらアカデミーのものだと。ありえるか。アカデミーは様々な分野を研究する総合機関ですが、レムナントを使った非合法の実験を行う部署もあると噂されております。あるいはそこに所属している者たちかもしれません。アカデミーは世界的に影響力を持つ組織だ。セラパレスとて例外ではない。まさかクーバイン校が関与していると。わからん。だが万一ということもある。今クーバイン校にこちらの動きを把握されたくない。わかりました。しかしあまり無茶をなさらぬよう。アスラムが亡くなってしまっては元も子もありませんからな。わかっている。やれやれ、やっと死者たちから解放されたよ。眠れなかったのか。俺はイリーナを助けられなかった。くそ、
イリーナ、俺はどうしたらいいんだ。ラッシュ君、落ち着くんだ。イリーナ城は生きている。ん？我々が脱出した後、ブラックデールから光が飛び去った。そこに少女の姿が確認された。情報を照合した結果、少女はイリーナ城だと分かったんだ。本当に？パグズが駆け回って調べてくれたんだ。彼女は生きている、間違いない。どうした？でも俺にはイリーナを助ける力がない。しっかりしろ、ラッシュ・サイクス。お前がそんなことでどうする？お前以外に誰がイリーナを助けられる？そうだな、俺どうかしてたよ。俺もできる限り手伝う。諦めるのはまだ早いぞ。ダビッド、ありがとう。ワグラムという魔導士はアカデミーの関係者かもしれん。ならばこれは世界規模の陰謀だ。お前一人の問題では済まない。それにイリーナ城は我々の命の恩人だ。アスラム公爵ともあろうものが恩人を危機にさらしたままではおれん。いいのかよダビッド、勝手に決めちゃって。トルガルに怒られるぞ。俺のケツを拭くのがあいつの仕事さ。赤ん坊の頃からな。ひでえな。イリーナ城の行方が分かり次第連絡する。ああ、俺も調べてみる。ダビッド様、この一件まだお調べになるつもりですか？当たり前だ。アスラムを怪我した奴らをこのまま放っておけるか。あの魔導士ワグラムの正体を突き止めろ。アカデミーも揺さぶるんだ。イエス、マイロード。